はいどうもこんにちははい、えー、まあ無駄話始めたいと思いますはい、えー、まあ、天気予天気予報がねなんかすごいあの傘マークが多いからかといってあのずっと降り続けるわけじゃなくてなんか昨今なんえーっとねあの最近天気はあのなんだろうものすごいドバって降って一気に止むってパターンが多いから。 まあそれにかけて傘持ってかないってパターンがあるんですけども今日私見事に当たり引きましてね、えー、私が行って建物の中で用事済ましてる時はドバッと雨降ってたんですけど帰り道には全然降ってなかったっていうんででまた家に入ったら降り始めたっていうんでよし勝った何にっていうそういう状況でした。はいえーっと で帰ってきてこれがあの注目のニュースなんですけどもこれテレ朝ニュースの記事ですね。20代独身男性4割がデート経験なし内閣府の調査ということでですね内閣府の調査で20代男性のおよそ 7, 7割が配偶者恋人はいないおよそ4割がデートの経験がないと答えていることが分かりました。14日に閣閣議決定した内閣府の 男女共同参画白書によりますと20代女性のおよそ5割男性のおよそ7割が配偶者や恋人がいないと答えていますまたこれまでデートした人数について聞くとゼロと答えた人が20代の独身男性でおよそ4割に上ることが分かりました政府関係者は未婚や晩婚か少子化に白車をかけることにつながりかねないとして危機感をあらわにしていますということなんですけども、えー えとまず大前提を崩しかねないことを言いますけどもこういったあの配偶者や恋人がいるとかデートした人数とかって正直に答えてるんですかねみんな <laughs>。もしかしたらもっと多かったり少なかったりするんじゃないかなとか思っちゃうんですけどねえ私はもちろんゼロですよはい38ですけど何ですかそ,うう <laughs> まあそれはさておきえまあねこれが本当だとしても別にね、あのー 男女2人で出かけるっていうこと以外にも娯楽がたくさん増えてるからそれは別にっていうあの恋愛の駆け引きとか面倒くさいって聞きますしねただあの友達関係でもすごい面倒くさいんですからねあの深く付き合うとそれだけなんか駆け引きめたこともあってまあすごい煩わしいじゃないですかそういうのはねまあ私はそういうふうに感じるわけですよで政府関係者は未婚や晩婚か少子化に白車ったって うん、私はまあ,あの少子高齢化はそんな問題ないだろう行き着くとこになったら行き着いたところでその時の人が知恵を絞るなりなんなりしてまあそれでなければ別にねあの日本がなくなれることで何が困るのっていうのでいうそういうふうな意見の人なんでそこら辺はいいんですけどね、えー、まあだからねあのうん例えばあの うん、少子化をすぐにあの解決したいっていうんだったらばえっ、ー、とまあ私生児を認めるとか一夫多妻制にするとかそういったことになるのかなっていうあと人口減っていうことをだけを解決したいんだったらあの移民を受け入れるとかそういったことになるんですけどもまあそういったことは、まあ、例えば治安であるとかあの風紀であるとかの,あのに あの影響はないのかってことを考えると、うん、それだったら少子化でいいよって私は思っちゃうんですけどね、うん、その分自分の仕事が増える、うん、仕事が増えるのは結構なことじゃないですか必要ないって言われるよりはるかにましですよ、うん、まあそんなことを思いましたねこのニュースを聞いてはい今回はここまでです。